方式です。少しこちらの方が技術が高くなりますね。はい、今両手が前に合わさっている状態ですけども、はい、そこから両手を揃えて抜きます。はい、一瞬バタフライのようにもの原型のように思えるんですけど、足は、はい、足はですね、縦に煽り足を行っております。煽り足をやられてるんですか。日本泳法は基本が煽り足ですね。なるほど。水中では折り足で左右交互に行ってリズムを合わせてます。これ通常よりも上流に向かってますから結構大変でしょうね。風も出てまいりましたけど、はい、これも皆さん、手を合わせてと、いうことなんですね。今行ったメンバー、海で毎年泳いでるメンバーですから、しっかりこの辺で泳げると思いますね。上半身の出ている部分も皆さん揃えてらっしゃるというところがすごいですね。はい、頭が動かないように立派に演技できました。はい、さあ続いてスタンバイに入りました。はい、次は揃い稲跳びですね。小池流の技でございます。殿様の前に、技量の高さをですね披露いたしますけども、本来は遠くを見たり自分はここにいるぞということを仲間に示したり、するための泳ぎなんですね。2人揃えて行います。飛び上がりましたね今ね。なるほど、はい、ちょっと難しそうですね。これは足を強烈に踏み込んでですね、上に体を持ち上げています。海水パンツのあたりまで出ますよ。あ、なるほど。あれはもう足の勢いだけで上がってるってことですよね。手のかき、補助で使ってますけども、基本は足の力で持ち上げてます。やっぱり型っていうのはやっぱり本当に見てて、はい、かっこいいですね。決まりです、ね、高くなりました。はいですね、高くなりましたね。もう一度このお名前を聞かせてください。はい、稲跳びを揃えてやっておりますので、それ稲跳びですね。揃い稲跳び、はい、なるほど、素晴らしい演技が続いております。はい、さあ、はい、そして4名の方が続いてスタンバイとなりました。今度は、体を横にして泳ぐ泳ぎをやります。包帯と言います。こちらのご飯の側に皆さんに向かって顔を向けて横に乗って顔を上げてますね。傾きて人へのしの、運営ですね。いや、これは手の角度もみんなさん、ね、同じなんですね。そうですね、人への場合には、下を向いて泳ぐ、あるいは俳優の場合は上を向いておりますけど、はい、日本泳法にはこの横を向いて泳ぐ、呼吸を確保しながら、しっかり進んでいくという泳ぎですね。かつては、外国人との戦いの時、競泳の時には日本選手はこれを使いましたね。傾いて人への足を変形して、競いました。これは今、左を向いてということなんですが、右も左もそちらもできますか。そちらもありますよ。はい、そちらもできます。はい、さあそしてまた、大人数が出てまいりました。はい、今度も兵隊ですね。前を向いて今度は、先ほどの、モルトルキの眼光に少し沿いますけども、これは隅田川で使ったスイフリーウォーターの方の、泳ぎです。大抜きの眼光ですね。隅田川でしょ。ジャンプ者チームで今日は9名で行います。はい、さあ若干先ほどとは少し並び方が変わってきておりますが、真ん中に1人入りますね。そうですね、はい、でやっております。まあ、ね、顔を正面に向けて上下動しないように、しっかりと手をかきながら足は交互に煽り足を行っております。これは一番どこに、はい、やっぱり体幹も必要だと思うんですが。そうですね、これは足ですか。はい、足が大事ですね。しっかりと前に進む泳ぎですから、足をしっかり煽って、推進力にしています。はい、さあそしてまたこれは、はい、重たいと思うんですけども、これはですね、遠くからわからないかもしれませんけども、畳6畳分ぐらいある、旗をですね、持ってまいりました。これ大分県の杵築で伝わっております山内流の経営者の方に今日はゲストでこちらに来ていただいております。はい、この後ですね、どんな演技があるか楽しみにしていただきたいと思いますけども、はい、これも足は縦に煽り足をしながら演技を行います。さあちょっと風が気になるところですけど、あの前にありますあの字は何ですか。左側、向かって左側が霊気ですね。霊というか、これは、はい、やはり日本泳法で何か。そうですね、日本泳法ね、こういった、昔はこの後に隊列が続いたりしますので、殿、はい、様がいたりしますので、登場したぞというような合図ですね。うわ、これを振るんですか。相当し、水面のところを今、汚いように今振り取ります。はい、
これはまた素晴らしいですね、はい、また思わず拍手したいのと、はい、カメラを撮りたいのとは一緒になりますけども、はいはい、そうですね、力強いわけですよ、熟練しないとできなかったですね。なるほど、あの大分と書かれた山内流と、はい、そしてここ隅田川の、スカイツリーをバックにとまた記念の一面ですね。撮りますね。うわ、これは素晴らしいです、はい、さあ最後は2人揃って回しますよ。はい、さあこれ最後かなり重たくなって足ついてませんからね、はい、さあギリギリ水面ギリギリです、はい、うわ素晴らしい、大きな拍手をお願いいたします、はい、成功しました、見事にできましたね、はい、さあそして後ろにはあの先ほどの片手傘ですかね、はい、が最後あのそうです ね、 ちょっと、こういうお祭りですので華やかに彩りで、はい、皆さんお伝えしてさせていただきました。いや素晴らしい、なかなかあの見ることのできない、素晴らしい日本泳法をですね披露していただきました、10回目にふさわしい隅田川水面の祭典隅田川からというあの泳ぎもいくつかございました、本当にありがとうございます、はい、今回はですね、公益財団法人の日本水泳連盟から日本泳法委員長の山根様に、ご解説いただきました。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、素晴らしく10回目を迎えるにあたりましたです。